はい、西新宿 .net の鈴木です。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者の方に向けて情報を発信しております。今回はですね、 YouTube のです、YouTube だけじゃなくても使えるんですけど、 YouTube のサムネを作ったり、 Facebook のカバー写真作ったりとか、SNS のいろんな、カバー写真とか作らなくちゃいけないと思うんですけど、そのサムネとかカバー写真の作る、もうかなり手軽に、アプリケーション使わずにブラウザーだけで使える作れちゃう、ツールの紹介をしていきたいと思います。一つ目はこれです。リムーブバックグラウンドっていうサイトですね。何をするサイトかっていうと、背景消してくれます。例えばこんな感じで静止画をここにドロップすると、こんな感じで勝手に背景削ってくれるわけですね。これをですね、エディットって言って、ここ行ってですね、例えばここら辺なんかちょっと削れすぎちゃったなとかっていうんであれば、この辺ですね。そしたらこれをですね、円の大きさをこれぐらいにして、ちょうどよく切れてたのか、こんな感じ でこれでダウンロード。 Photoshop でも同じことできるんですけど、めちゃくちゃこっちの方が早いですね。瞬殺で、これが作れちゃうの でこれ保存って感じで、これを保存して終わり。あっという間に景を落とせちゃいます。次にですね、キャンバってやつがあるんですけど、で、これ、ここで、例えば、もう過去にいろいろ作ってるんですけど、例えば、テンプレートから、拾ってきてもいいですし、こんな感じで。で、テンプレートいろいろあります。例えば、YouTube のサムネイルとかね。あと、こんな感じでありますし、あと、例えば、Facebook のカバー写真とかっていうんだったら、こんな感じで。いろんなテンプレートあるんで、で、サイズも、ここに、いちいち調べなくてもここにあるんで、本当にね、早く作れちゃいますね。で、今、私はね、これ、サムネ作るのにばっか使ってるんで、例えばここで、で、これで。で、さっきくり抜いたやつなんかも、ここにアップロードしておけば、こんな感じで、ここに入ってきます。で、あとはですね、ここで、こんな感じで、色の調整とか、フィルターもここにいろいろあります。なんとなくこんな感じで、やっていくことができますね。色も変えられるし、あと、こんな感じで、文字の色とかも変えて、ちょっと手のところが、重なっててちょっと嫌なんで、こんな感じですかね。で、これでダウンロード、だいたいね、5分もあれば作れちゃいますかね。かなり便利なツールです。キャンバーと、リムーブバックグラウンド、この2つがあれば、だいたい外出しててもね、どっかパソコンがあればすぐに作れちゃいますし、かなりこの2つはおすすめです。で、今日は以上になりますけど、ここからは西新宿 .net の説明をさせていただきます。西新宿 .net っていうのは今期18期目の、ホームページの制作会社で SEO とか MEO を得意としています。で、過去に1700件以上の、ホームページの制作実績があります。最後までご視聴ありがとうございました。